LMS2 から6から 4T 蒸気機関車は、イギリスのロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道が導入した蒸気機関車の位置形式である。チャールズ・フェアバーンが設計した車輪配置2から6から4の脚下両用タンク機で、1945年からイギリス国鉄発足後の1951年までに277両が製造された。 42,050から42,186、2,187から2,299、2,673から2,699の番号が付けられた。何年も後に BR 標準になる予定だった2から6から4、タンク機関車の設計は、一般旅客列車用の機関車として1927年に、ヘンリー・ファウラーが LMS2 から6から 4T 常機,機関車を、 LMS に導入した。これは、その後、1934年に42,500クラスになった3気筒及びテーパーボイラーバージョンを導入したスタニエによって開発された。1935年に、スタニエは2つのシリンダーを持つ LMS2 から6から 4T 蒸上機機関車を生産した。2気筒の本形式は1945年に導入された。 フェアバーンは1934年にイングリッシュエレクトリック社から LMS に参加して電気主任技術者になったため蒸気機関車を扱った経歴がなかった。彼は戦時中の創業の困難な状況に対処するために機関区での整備を減らしワークショップ訪問間の走行距離を増やすための設計機能の開発を積極的に奨励した。フェアバーンは 後で0から6から0ディーゼルシャンターの導入を支援するガイダンスを提供した。1945年に導入された本形式はスタニエの蒸気機関車から開発され、ホイールベースを短くし、16フィート6インチから15フィート4インチに減らした。機関車の単位長あたりの質量を減らすため、全体の重量は3トン8。 CWT 減少しその他のマイナーな変更が加えられました。本形式はシリンダーの前のランニングプレートのギャップによってスタニエの機関車と区別することができた。本形式はイギリス国鉄4型2の6の 4T 蒸気機関車が導入された1951年まで BR によって構築され続けました。本形式の最後の数バッジの41両は 1950年と1951年にイギリス国鉄の南部地域で使用するためにブライトン工場によって建造され初期タイプにとって代わり5つの機関区に割り当てられた南部地域で収益した残りはダービーで建造された多くは南東部で使用するためにバタシー、ドーバー、アシフォードのスチュワーツレーンに駐留していたよく見かけたルートの一つは ベアーステッドで、モーンゼル側の悪名高い脱線が発生した、メイドストンからアシフォードまでの路線だった。このうち、7台は1952年春から1954年末までに北東部に移された。1959年末までにすべて他の地域に再割り当てされました。最初の3つは1952年に東部地域に移動しました。 さらに4人は1954年にゲーツヘッドに行きました。西部地域に割り当てられた1台の機関車は、1960年にチェスターから到着した後、スウォンジーのランドアでしばらく過ごした。翌年、スウォンジーイーストドックに移動し、1962年にリーミントンスパで短期間過ごした後、その年の後半にウィレスデンのミッドランド地域に移った。 1951年に東部地域に割り当てられたと示されている機関車には、ヨークシャーの機関区が含まれ、当時はミッドランド地域の一部でしたが、後に東部地域に移された。これに加えて、ティルベリー、プレースとシューバリーネスに割り当てられた16両の機関車がいた。これらが拠点を置いていた東部の主要な地域の、 ままでしたが、入荷すると、ウィット・ビーとスカボローの北東海湾を短時間、所属した。スコットランドを拠点とする機関車は、主に、グラスゴー地域を拠点としていた。最大の割り当ては、グラスゴーのポルマディだった。いくつかは、エジンバラのセント・マーガレットとダルリー・ロードに、割り当てられた。彼らが割り当てられた、最北端は、パースとアビモアであり。 少数が非常に短い期間拠点を置いていた。ミッドランド地域の本形式は地域全体で見かけた。廃車は1961年に始まり、最後の90代は1966年と1967年に廃車した。本形式はイギリス国鉄でまだ機能している最後のタンク機関車の一つだった。1967年10月16時18分。 リーズ初ブラッドフォード行きの旅客列車を担当していた時、42,152号は、東部地域の最後の蒸気機関車列車を運行し、毎時74マイルのトップスピードに到達した。1955年4月19日、42,073号は、ニューカッスル中央駅、ノーサンバーランドで、クラス V に69,68号と衝突。 両方の機関車が脱線した。42,073号はブライトン工場で建造され、1950年の3ヶ月はスチュワーツレーン機関区に心臓配置された後、1951年にアシフォードに移った。1951年にドーバーマリーンに移り、翌年アシフォードに戻った。1954年12月に北東地域に移され、 ゲーツヘッドにいた。1955年に42,073号は、ニューカッスする中央駅で、横に倒れた部位にクラス69,68号と、ダイヤモンドクロッシングで衝突した。1957年に42,073号は、ブラッドフォードハマートンストリートと、ソアビーブリッジで働き、1年後に、ヨークとリーズネビルヒルで働いた。 1五十九年に再びロームル、アンドウェイキフヒールドに移動した後、再びコープリーヒルに移動し、四年間滞在した。1六十五年までに、アーツリーで数ヶ月過ごした後、ロームーアに戻る。1六十七年に、ノーマントンに移り、廃車された。1六十七年に四万二千七十三号は、レイクサイドレールウェイエステートカンパニーによって、購入され、 カーアンフォースに保管された。この段階での計画は、1965年に閉鎖されたウルバーストンからレークサイドへの支線を運用することだった。イギリス国鉄がウルバーストンにぶつかる路線を拒否したためではなかった。そして A590 道路の開発により、ヘブスウェイトのすぐ西の路線が廃線になった。1970年にレークサイド ヘーバースウェイト鉄道会社が設立され、以前に購入された機関車は、カーアンフォースからヘーバースウェイトに移された。最初の列車は1973年に42,085と42,073によって牽引されて走った。機関車は2012年11月に使用できなくなった。42,085は現在、ヘブスウェイトでオーバーホールされており、 カーアンホースでボイラーの作業が行われている。機関車は2019年に交通に戻ると予想されていた。2019年8月、ボイラーが水圧試験に合格したことが明らかになった。また、機関車には多くの作業が行われていたが、シャーシにはまだ多くの作業が必要であると報告された。LMS タンクエンジン、ザエンジニア179-505 http://www.gracesguide.co.uk コロンススララッッシシュュスラッシュイメージスラッシュ7スラッシュ 7a スラッシュ er19450629.pdf ありがとうございます。